500に対するその限定的な空爆が始まったって言った瞬間に日経平均も500円近く下がったんですよ。で終わり値もやっぱり400円以上落ちました。で一方アメリカではですね、まあ、アメリカの、まあ、そのテロに対する姿勢が明確になったといって200円近く株価が上がったんですよ。その同じニュースを受け止めるにしてもやはりその地域の不安定の